よし、じゃあちょっと企画の説明します、今回どっちにも企画話してないんですけど、リオ君がとうとう世界大会行くことになったじゃないですか。で、はい、あれミアも出るんだよね確か。あ、そうですそうです。あ、そうだよね。だからミアはまあちょっと生き慣れてるから、今回ねそのリオの特訓会ということで、天城表をですね合計1万円分用意しました。で、だからあなたたち2人で10本対戦してもらいます。ただし、ミア同キャラ禁止です。10キャラ使ってください。いや、やば。で、勝ち数かける1000円分渡します。おお、なるほど。リオはもうディリー固定でいいよ。はいはいはい。それを踏まえて見させてもらおうかなということで。まあ、ミアはだからゲッチ10戦は使っちゃいけないってことですよね。そういうこと、ゲッチ1回しか使えない。なるほど。マジか。これは、まあ、海外ね、やっぱいろんなキャラクターいるから、それの対策も兼ねてはいる。まあ、ガオガエン、ミアガオガエン使えるけど、海外スカイジェイもいるしね。そうそう。ということで。なるほど。どうしよう、絶対もういないんだけど。いや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 、いやこいつ嘘っすよ普通に。嘘なんだ。全然嘘、全然出てきますよ多分。いや、あー、じゃあまず様子見として。はいはいはい。あっさり。めっちゃないんだ、なんで。え、ヨッシーなんだ。大丈夫、リオ屋外に温めたの。いや、さっき専用部屋で知らない人と2戦した。おー、俺はスマメイトした。いや、俺もやりたかったスマメイト。いや、よろしく。10本ね。よろしく。10本です、はい。あぶねえ。もう死にかけてますから今。あ、でもいいよ。え、ミヤはちなみに、おお強い。ちなみにミヤはヨシやったことあるの、スマメイト。いや、ないっすけど、ヨシダさんと無限にやってるから、なんとなく、ね、なんとなく。こいつのこいつのヨシは実質ヨシドラさんなんですよ。やば、怒られるぞお前それ。え、だってこいつ適当に使ったキャラがもうほぼ全1クラスになるんで、やばくないですか。ガオガエンもそうだけど、ガオガエンでだとタミ様優勝してるのおかしいでしょ。おー、はい、これはでかいぞ。ちょ、今話しながら解説で村里さん呼ぼうと思ったけど全然出なかったわ、はい。なんか悲しい。ああ悲しい。村里さん、なんかサブスクギフト10件送ってくれたんですよ。めちゃくちゃめちゃくちゃ金持っとるやん。おえ、おい、ある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 。急にあんの、急にひりついてきたやん。いや、競ってるね。競りたくないですけどね。お、いいよ、いった。はい、いったか、これこれは行くでしょ。よし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 、まあ、負けてらんないですよ、ヨッシーに。だいぶギリやったぞ。え、いやー、なんかゲッチでも怪しいからな。ヨッシーダメか。ディディでしょこれだ。ディディだからってかぶせるキャラいるかな。バックマン。あ、確かに。いや、もう最悪、表記終わった。なるほどね、バックマンか。絶対言わなきゃ、本当にバックマン使えないでしょ、でもどうせ。こんばんは。お願いします。お疲れ様です。てか、俺で対策できたらだいぶいいけどね。だってこれお前とプレゼンしたいのにさ、 FTG 入って多分2人とも入って下回数2回とかだよね。そう。いや、そのプレゼンってしなくない、やっぱ。なんかメイトしたくなんない。あ、するね。なんかプレゼン誘ってもこいつメイトしたいから無理って言ってくるから。あ、ね。メイトしたい。じゃあお願いします。はい、おーい。インクル。バカにしてるこれ。あ、面白いな、これ始まったわ、スマブラが。いやいや、見たことないけど、ミーアのキンクル。いや、確かに。やったじゃん、やったじゃん。やった？リーでやったよ。やキンクル俺出された。出されたオフで。いや、オフじゃないけどさ。うわー、楽しみ。あ？うわ。まあ、キンクルはね、結構、なんか実はまあまあやりうるキャラだからね。そう。まあまあ、それはそうっす。なんか、リオもオンラインはキンクルあんまやりたくないって言ってた気がするわ。そうっすね。普通にめちゃくちゃ強い。体重差と。めちゃくちゃ強いし。めちゃくちゃ強いぞ、これ。お、今だった。これ高いよ。あれ、まあ、コンボはね、やっぱ入りやすくはあるよね。まあまあ、でかいからね。うん。さあ、終始ミーアペースだけど、まあまあ、危ない危ない。そういう小賢しいことを。キンクルさ、この頭上のヘリコプター強すぎて全然あれなんだよな、空車当たんないんだよな。あるあるね、もう、うん。キンクルあるあるね、これ、うん。初心者がよく、なんでこれ借りに行かないんですかって言って、いや、これ、本当に借りないんだよなっていう。さ、崖、お、うまい。あ、登り食う前がでかすぎてめちゃくちゃ簡単に当たるの。すごいな。いやー、さあ、なんだかんだ。お、うまい。うまい、なるほど。バナナでね。はい。あ、めちゃくちゃ飛ぶ。お、うまい今の。2秒で押されましたけど。お、いいよ。あ、高いな。38。看護部やん。
取って。普通に動きによどみがないんだけど、このキンクルミ。後ろ投げからめちゃくちゃ後ろ投げ展開っていう。何ヶ月ぶりに使ったんかわからんやろ、このキンクル。何ヶ月ぶりだろ。すごい、本当に。久しぶりに使ったと思えんぐらいのスムーズさ。ニュートラル一回勝つだけで。あ、うまい。しかし。いや、これが無理やな。無理ポイントありました。強キャラたりを家に出てる、ちょっと。うーん、おー、弱で取る。あれ安定されるとかなり無理だな。空母から。あ、危ない。おっと、厚かましいが。厚かましい結果。全然。どうせ死ぬから。あ、80だね。あ、出た。バナナ取るフリフリップね。強いね。お、あー。まあ、ただね、さっきまで見る感じ、一回ニュートラル、あー、これ死なないです。いや、死なないですね。ギリ死なないね。あ、楽器はね、デカキャラ上がれないんじゃないのって言ったら上がれたな。バナナ取りながら上がることになってる。あー、いや、しないですね、これ。立ち回りが破綻するぐらい、ガーキャンプラナーが強すぎる。いやー、マジでやっぱ上り空中攻撃がめっちゃ当たりやすいのが、でかキャラ。わー、あー、いた、これやばい、これやばいな、当たってる。あぶねえ。もうこれ下強空母とかでもワンチャン。あ、いた、ちゃんとしている。ダーキャンつかみは間に合わない。間に合わないですね、1回目は。互角だな、1回目は間に合わないって。2回目まで打っちゃうと発生前につかみ間に合うんですけど、逆に押してくるよ。絶対いらない知識だけど。これでももうお前2先だったら2先だったら負けてるから。いや、どういうシチュエーションだったらこの国合わせやることないだろ。あ、いた、レオが苦しんでる。ステージどうしよう、終点かな。え、終点で困ってるって、もう絶対飛び道具キャラしか思いつかないんだけど。いや、ほんとか。え、やす、カズヤ。あこれは、うわ、スマブラうまいやつ使うやつや。正しい選択ですね。誰が使っても強いやつやん、これ。スマブラうまいやつ全員これ強い。俺何回こいつ被せられて負けたか。BOBC で負けるぞ、とくまりに。くまりに使ってるやついる？バコーンみたいなやついない？名前。いるでしょ、バコーンってやつしか。上？お、かわいい。ちょ、わかんないけど、多分勝てる。おぉ、上スマの下空差し支えするのは、はい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 、はい、まあ、ただね、もうこいつ全身狂気みたいなもんだから、なんか当たったら死ぬでしょ、これ。そうね、まあ、なんか当たったら死にますね、これ。おぉ、なんか当たった。だいぶシャラ臭い、透かし下火だったな、今。なんかどうしてもこれ、ミーヤ君側に偏っちゃうな、その、そうね。するとき。おぉ、うまい。ちゃんとずらし逆に、やばいことしたぞ、やばいことしたぞ、これ。NB でバレルが、おぉ、奇跡。あ、死んだ。危ねえ。ウェビーが今、かすんでましたね。あーい、こういったわ。さすがに、いや、飛ぶか。もう、これは、でも死にますわ。もう、暴れたい放題。おぉ、うまっ今の横今日当たっただけで死ぬと思ったら相当弱いな、このキャラ。あーあー、上手。投球が長い、思ってる。完璧。おい、リオ。あ、ミヤ。いや、これ 3-0 ですよ、ミヤ。おい。あるだ、これ。これ 10-0 ありますよ、これ。10-0 したら2万あげるわ。やったえ ?2万、頑張ろ。いや、もういないんだけど。もういないことはないでしょ。だいぶ嘘だ。それは嘘じゃん。いや、出た。出た。これ。結構使ってる。最近話題のキャラで。多分ミーヤーが全一っすよ、今もう。ああ、そうなんだ。いや、まあ、説あるよな。ケンさんか、俺かもしれん。うん。まあ、オンラインは少なくとも絶対全一だよな、もう。おう。ああ、これどういうカードになるのか、見当つかまってつかないけど。このカードは。ガオガエンの選手層がすごい薄そうなんだよな。いや、まあ、ね。新キャラ当ててガオガエン使うってなるのまあまあ珍しいかなまあそうですね、まあ、ポケモンから入ってきたやつですらガオガエンはちょっと微妙だもんな。うん、そうね、月光とかね、かっこいいキャラ結構そっち行っちゃうもんね。うまい、いい横強。この横強相当勝ちって聞いたことがある。そう、なんか対空もできるし、UA シフトしたら。ああ、なるほどね。スマブラで一番飛びますよね、確か。あ、そうなんだ。ああ、怖っ。こいつは横スマッシュ行かれてない？確か。吹っ飛び。行かれてますね。めっちゃ行かれてる。あと、空泳がね、結構、
カムイアイクラに続くぐらい強い。クウエが？クウエめちゃくちゃ強い。外炎のクウエ。まあ、ただね、機動力ないから。まあそうね。いや、このなんかピーナッツガンでさえシャラ臭く見えるな、やっぱりこの機動力。うまい。すごい、そこでダウン確認するの。これもしかして2300舐めすぎにつき企画破綻まであるな。いや、そうなんですよ。僕2300なんですけど、なんか、舐められてるんですよ、ミーアに。舐めてない、舐めてない、舐めてない。はい、はい。死ぬ？ねえ。さすがに死ぬ？惜しい。強すぎるよ、こいつ。いやー、強いなぁ。危ねえ。あ、うまいか。うまいか。うまいか。危機が終わってないです。これ。うまい！やば。まあ、外炎なんでね。そうね。全然、一旦取れば。おお、面白い。死んだのが完璧だよ。完璧？すごい。オタクだ、やはり。いや、うまいな。うわっ。うわグロやばいことしてる。めっちゃあるの、面白いの。おお、うまいが、惜しいが。あぶねえ。うわ、まあ、いや、うますぎや。もう、利用者が気持ちよくなる企画になってますね。これそういう企画ですか、もしかして。利用の自信がどんどんつくだけの動画になってきた。僕を気持ちよくフラットゲーミングから卒業させる動画ですか、これ。マジかよ。宮優しいな。でもこれ次、宮くんが負けたら、もう、まあそうね、5戦は取った。最悪ゴール。いた。うわっ。本当に来た。本当にディディ嫌いなやつが出すキャラですからね、これ。本当にディディ嫌いなんだよな、これ。あの、ビップあるあるなんだけど、サムス、あの、バナナ当たった後のさ、なんかダウンが変だからさ、なんか使って。あ、はいはい。下強も当たんないですからね、あれ。結構あるよ、ね。これサムスで1000円もらって嬉しいのかよ。いや、嬉しいだろ、サムス。嬉しいか。まあ、1000円は1000円だからな。前はディディ。前はディディ。確かに。いや、長いね。おぉ！あー、しかし、逆に上手すぎる。最悪。すごく、都合がいい感じに。全部チャラにしました。あ、でも、いいの当たってる。あ、これは死んだ。いや、これは届かない。これは届かないっす。よし。マジか。お前、マジか。ゴブだね。やっぱ、天岐阜かけるとやる気が違うよな。そうね。サムスまで出しちゃう。試合試合にこもる熱が違いますから。そうだね、ほんとに。空気が変わってるもん。なんだ？持ってないか。大丈夫か。上手。おーっと、スタオリップ。うまーい。そこにクウエを置く。さっきからなんか両方が。受け身取ったのに。なんで？いや、まだわからんよ、これ。受けんから？うわー、うまー今の。えらいが。あー、上手。うまいなそんなある。おお。最初飛び道具めっちゃ強かったんだよ。ガードくさい。ああ、なんか飛び道具全体がガードのあれ減る。下げられてる。そうそうそう。射撃リーが強すぎてガード削り値が。ああ、そうなんだね。うわ、やばい。まあまあまあ。なるほどね。バナナで。ミーアーサムス見たことなかったけど。いや、まあこのキャラは下り日の上位互換なんで。なるほどね。ずっと下り日。マジで、なんでミヤ君ってずっと下り日使ったんだろうって。いや、なんかかっこいいから使ってたけど弱すぎて。かっこいい。いや、渋い。ああ、まあ確かにそういうかっこよさはあるよ。あるね。え、フラットさん、これありですか？絶対なしで。絶対まあ絶対なしだろ、そんなの。お前そんなに言い出したらスティーブとアレックスとか言い出す。いやいや、それは違う。まあまあこれだけ認めます。おお。まあまあやっぱサムス負けたままだとね、対策できてないからね。確かに確かに、そうですね、うん、ちょっと勝ってもらわないと。これ多分次シモンとリヒターされますからね。シモンリヒターされる。いや、でもリョウ君が片方に勝てばミヤ君出しづらいから。あ、確かに、そうそういうこと。まあ今は僕も対策詰めたんで。うん、そうですね。おぉ、よしよしよし、でかい。そろそろ寿命も近づいてきてるのか、これ。そうか、上投げでバーストあんのか。まあ、でも、そっちだったらちょっと高いよね。まだこれバーストしないですね、多分上投げ。ああ、まあまあ。うん。いい久保。おぉ。惜しいか。おぉ。おえ。オンラインであれ避けれるんや。うわー、もうちょっとさっきから怖いな、この自己チャンスね、これ。
おワンチャン事故るから。あー高いこれ。うわーダブルアップでやってる、怖えー。難しいね。うまい、これもう一回やったか。おお、なるほど、受け身が上手。お、なんだうまい。あー、いや、うまいな。バナナから、いや、この下からバナナ投げるのマジやらしいよな。そうね、ガード張り続けなきゃいけなくなるからね。当たったら空下打ったりね、ダブルアップが狙えるという。痛すぎ。いや、もう追いついてるね。なんだ、追い越してる。追い抜きました。おお、こわ、雨が。もうこれはほかほかもになって、DA と上投げの強制二択が始まる。始まりましたね、これ。あー、うわー、やばい、痛すぎ。それは DA が痛すぎっす。タイミングが完璧です。起き上がりの。お、やばいな、当たった。おお、いや、死ぬ。これは死ぬっす。いや、死ぬ。もう、避けたら死んじゃった。おー、こ、ナイス、うまい。あー、また入れ替わった。おー、でかいよ、いい回避。おー、おい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 、おー、強すぎた。当たったら終わってる技がいっぱい。この崖耐えれるか。あー、まあ、やばい、対抗してる。よし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 。マジかよ。対策ですね、これが。いやー、マジか。ロボは負けないかな。すべての飛び道具を使ってる。短波に弱いキャラマジで。ああ、やばいぞ。終点で信じてアップなんです。もうや。いや、そう。うわあ。うまっ。やばいやろ。いや、終点は出ないよ、こっち本当に。ああ、最悪やマジで。